はい、こんにちは、ちちちゃです。今回は本日からお供にできるようになった静電種ライゼクスの性能と遺伝子の評価、また新たに作成できるようになった装備の性能も確認したいと思います。静電種ライゼクスは共闘クエストの雷属性の卵からゲットできるみたいです。 SR チケットを使ってソロでやっていきます。おー、 SR チケット、瓶の王冠とかも出てきますし、至って普通の探索クエストって感じです。お、卵、普通の探索チケットであれば全部で4つの卵が入手できるんですよね。これは飛びかがちかな。卵の柄の一覧表に関しましては過去動画で出してますので、よければこちらもご覧ください。これはフルフルアッシュかな。他のもらおう。これはクルペッコアッシュですね。クルペッコアッシュ、じゃあこれをもらって帰ります。2つ目の巣、よいしょ。フルフルアッシュ、フルフルアッシュめちゃめちゃいるんですよね。ライゼクス、まさかの通常ライゼクスもらいました。じゃあ持って帰ろう。これで3つ目なんで、あとはボス。めっちゃ出るねめっちゃフルフルアッシュ出る。クルペッコアッシュ、これはラギアクルスかな。ラギアクルスなはず。ラギアクルスですね。限界、じゃあうちにおいで。じゃあ行きましょうか、静電種ライゼクス戦。私これ討伐できるの来週ぐらいなのかなと思ってたんですけど、今日討伐もできるみたいですね。じゃあ武器防具も作れちゃうわけだ。バックアタック。静電種ライゼクス過去作だと氷属性が弱点なので、強力セラフィードの体験に持ち替えます。オッケーオッケー、弱点は氷で間違いなさそう。で、怒ってない時はテクニックで攻めてくる。お、雷まとった。これで行動パターン変わってきたりするんですかね。あ、全然普通にテクニックだ。怒ってない状態だったらテクニックを使ってきて、こっちはパワーで押せばいいと。怒っちゃいましたね。どうしよう、スピード、パワー、パワーでいこう。怒ったらパワー、通常時、帯電時はテクニックで、怒り時はパワー。よし、この共闘クエストの時の絆技、自分は相手をチラッと見るのに相手は全然私のこと見てくれないんですよねそれがいつもちょっと寂しくなる。片思いっぽい感じしませんか。お、デスホーン、どうだ、状態異常回避。そりゃね、ライトニングパルス、これ多分専用技ですよね。見たこと、うわやばい、これは強い。え、まずくない。あめちゃめちゃ強いライトニングパルスね。これお供にした時に自分も使えたりするんですかね。でも大体的な時に強いのって味方になるとそうでもないんですよね。ドラゴンクエスト6のテリーとか。スピード、疲れが出た時はスピードなんですね。お、デスホーン、おーし、お疲れ様でーす。いやー長かった、17ターンもかかっちゃった。やっぱ強いなー。よーし、卵もらっちゃおう。ラージャン違う、これかな、これっぽいですよね。ちょっと濃いもんね。普通のライゼクスの色でもないし、今までこの色合いのね、なんかスイカさんみたいな色合いのやつはないので、多分これが静電種ライゼクスだと思う。多分早速帰って孵化しに行きましょう。
報酬はこんな感じ。結構報奨金ももらえますね。美の館。今静電種ライゼクスじゃなかったらどうしようってめっちゃドキドキしてる。グルペックアーシュライゼクス、色違いますもんね、通常のライゼクスの卵と。ラギアクルス、あーよかった、静電種ライゼクス来ました。それでは静電種ライゼクスパラメータ見ていきます。テクニックの晩成型、会心率がめちゃめちゃ高いです。ヒットポイントもなかなか高めに設定されています。雷属性が非常に高めで防御力も全体的に高めになってます。でこの能力って金雷光神王牙と同じなんですけど、金雷光は回復力が高く、静電種は会心率が高くなってます。基本的に回復力そこまで重宝するっていう戦い方今のところ流行ってないので、どちらかというと静電種の方が強くなってます。まあただお好みで選べる範囲かとは思いますので、好きな方を育てていっていただければなと思います。あと比較対象としてはラージャン、ラージャンは雷属性攻撃力がめちゃくちゃ高いので、攻撃力に関して言うとライゼクスは勝てません。なので普段使い用ならラージャンの方がいいと思います。ただ体力と防御力に関してはライゼクスの方がかなりタフなんで、対人戦とか今後来る予定である高難度のマムタルトに向けて育成するというのであれば、ラージャンだとすぐ溶かされてしまう可能性があるので、ライゼクスを育成する方が無難かとは思います。あとキリン、キリンは非常にパラメーターとしては高いんですが、弱点が火属性なので高難度マムタルトには持っていきづらいんですよね。ただマムタルトの前に黒キリン、キリンアッシュが実装するので、高難度マムタルト対策はキリンアッシュの方が向いているという可能性も十分にあります。今まさに通常のマムタルト対策のオトモンが育っていないというライダーさんは静電子を育てていただくのが一番いいと思うんですが、もうラージャンや金雷光が育ってるという方は先に遺伝子を集めておいて黒キリンを待ってから考えるっていうのがいいんじゃないかなと個人的には思ってます。私はマムタロト対策に間違ってキリン作っちゃったんで、今から静電種ライゼクス育成しようかなと思ってます。それでは特別な遺伝子見ていきたいと思います。ありました、ブループラズマ。全体に雷属性大ダメージ、中確率で3ターン麻痺状態にする、なかなか強そうですね。そしてこちらが単体で麻痺状態なんで、こっちの方が使い勝手は良さそうかも。ブルーボルテージ、これがねちょっと微妙なんですよね。攻撃力が上がるのはいいんですけど、雷属性を撃ってくるモンスターって雷属性に対して耐性を持ってたりするんで、あんまりねライゼクスを出そうと思わないと思うんですよね。しかもこれ2ターン力を貯めるってなってるんで、そこもちょっとネックかなとは思います。最後に作成できる装備共有します。静電種の素材で防具と狩猟笛と弓が作成できます。防具のスキルが魂の絆特、怠慢好き大、相棒大です。特に魂の絆特はかなり優秀ですよね。防御力も他の2つの装備と同じです。金雷光の防具も非常にかっこいいんですが、スキルに癖があるので雷対策用に静電種の防具作っちゃっていいと思います。武器は狩猟笛と弓があります。狩猟笛は雷属性で極タイプです。ラージャンの素材で作成できる電電大鼓と結構拮抗するんですけど、つけるスキルにはよるんですが、基本的に静電種の狩猟兵の方が期待値は高いです。そして弓が非常に優秀で、連射強撃瓶タイプではあるんですが、攻撃力や会心率に関してはミラボレアスの弓の雷バージョンなんですよ。めちゃくちゃ強いのでぜひ作ってください。ということで今回は静電種ライゼクスのオトモンの性能と装備共有しました。役に立ったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんモンスターハンターストーリーズの動画を上げていきますので、チャンネル登録をお願いします。またねー。